なんで急に回すなよまだ遭遇ちゃんだもんね。ちょっとこっちも痛くないんですか？痛くない、マジで全然、うん。え、なに、今度釣り行くの？うん、一緒にヒゲメガネ2人組でヒゲメガネで行ってくる怖いんだよね、俺はな。ポンプ使わないとこがいいです。うん、まあね、まあなんでここにアイコスが挟まっとると、え、藤子ちゃんタイプ。そうそう、ふうじこさんおすぎバキン。孫がギャンシだけ行かれんけん、ほら俺と妻くんで行こうかなと思って。いいね、ちょっと行ってきて。で、さあ、俺今、うん、このハンドメイドルアをね、はいはい、動画でね、作るのが、うん、大好きな動画で、ね、順序順序、そうそうそう、27日に行くのかな、うん、の予定日にちまで。まあね、うん、動画はいつ上がるかわからんけど、じゃあさ、ちょっと俺がハンドメイドで作った、はい、ルアー使ってもらえない？いやいや、ぜひお願いします。そしたら津田くんにほら6000円ぐらいで売んなっすよ。あ、提供するんで、ありがとうございます。もしよかったら角に GoPro を渡すから撮ってきてくれ。あ、全然、マボチャンネル代表していいんじゃない山の会に続けて2回、うん、だいぶ慣れたやろ。いやいや、慣れてる。あ、じゃあ角にちょっと撮影。わかりました。今日あれゲータくれるんですか？ゲータいる？いや、何でももらえるもんもらった方がいい。使わないんですか？もう使わないんですか？だって新しいの買ったもん。使わない、パワーシングの方っていう、あれ持っとくだけでブリキのこうカンカンが、はいはいはい、それに挟んでから背のあのリュックサックの殻とか。まずこのルアーを作るときっていうのはバルサーを削ってアルミのテープを貼って顔以外のカラーをですね、塗装で色をつけて、セルロースとかウレタンとかの塗料にですね、ドボンとつけて、ディッピングとか吹き付けでトップコートをするんですよね。もう綺麗にこうルアーを造形して、もうしっかり磨いて色まで上手に塗って、最後セルロースにドボンとディッピングすると全部がダラーっと垂れて、こうハンドメイドルアーどうやってみんな作ってるのっていう。なんかあれな、すごい犬が。大丈夫、ちょっと何やってんの。いやー、もう先週からもうルアーはもう何個作ったかな。2345679101112131415、あ、20個近く作ってますね。あのね、作るだけ作りましたね。こう素人ながらにもう散々作りました。今回ここまでね、あのまあ色付けとこの造形っていうのはそこまでこう何回もやればですね、できることかなと。全部流れる。これ見てもらうと分かるんですけど、これなんか最初綺麗にあのもう鱗の上にグラデーションで塗ってたんですけど、もうこれ見るも無残ですね。もうバリみたいなボディになってますもんね。もう全部こうやってプワーッと流れちゃうんですよね。まあこういう水性のウレタンのニスとか使ってみたんですけど、全然ダメですね。あの、流れにくくはなるけど、あんまり変わんなかったんですけどね。まあ一応この1週間いろんな試行錯誤して、まあ、答えが見つかったので、作業を進めながら、まあちょっとやってみたいと思います。自分が設計したルアーなんですけど、もう実際にウェイトを仕込んでですね、用水路でスイミングテストをしてみました。まあ一つ課題があってですね、動きが思い通りにいってないっていうのがあって、最初にね、そのテストなんですけど、メテオラ5に、ウェイトが 5g のヘビーシンキングですね。じゃあこれをこの水の中に入れますね。ちょっとカメラの位置を変えよう。糸のテンションがかかった時にボーブリングしてますよね。この自由自在にキレが良くて、ね、動きがいいのが分かりますよね。まあちょっとこのね、動きでこのルアーがいいとか悪いとかは分かんないと思うんですけど、ほらこんな感じ、ラインのテンションが張った時のこのね、なんかくるんとこう弧を描くような落ち方してますよね。そして次にメテオラから
今度自分の自作したルアー、じゃあ入れてみます。あとね、ラインにテンションかけてみますね。インジェクションとバルサの違いっていうのもあるんですけど、ちょっと動きがさっきのメテオラと違ってですね、要するにあんまり泳いでない、ここをちょっと改善したいですね。まあ1週間でこの自分が作ったルアーがきちんと使えるようになるかっていう下積みのデータをちょっといろいろ取ったので、まあ、自分の中でルアーのウェイトとかもうちょっとここを削ろうとかっていう答えがある程度見つかったんで、まあ、それを踏まえてまた1から作り直してみたいと思います。何やこれ、まあ、まずはリャウメンテープを貼っていきます。あれ、リャウメンテープどこ行った。あ、バルサーの片面にリャウメンテープを貼っていきます。お帰りなさい。これを貼り付ける、この部分を切っときます。そしてこちらが原寸大の設計図型取り図面ですね。ちょっと作れるだけ作ってみようかな。両面テープでバルサ材と設計図を貼り付けます。で、つけていく。で、またうわこれはちょっと、なんでこういうこと、もうないやこれ、なんでこんなことなるの、ドジさんね。で、一回これを切って、これに貼り付けて、12個、まあいやいや、最初12個でも10枚、1、2、3、3、4、12、よしよし、これでいこう。じゃあね、この粗く削り出したバルサーを卓上バンドソーで切っていきます。
50.2mm。削りが終わりました。左右対称にあらかた削れてるんで、手研ぎでですね、エッジだったりとか体の曲面あたりを手の感覚で削っていこうと思います。まあね、きちんとまっすぐ動くルアーとかって、きちんと左右対称的なシェイプしていく必要があるのかなって思います。このね、バルサの元からあった平面と削ったここの斜めの面、ね、この2つの面があって、でこの山がある程度なくなったら、あとは横に研いで微調整みたいな、そうやるとすごいこうなだらかに研げるんですよ。縦でざっくり研いで、横で丁寧に研いでいく。こんな感じ。ちょっとね、すごいほら、きれいに研げるんですよ。